答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは独創性意外性のある子どもに育てるためにはという話をしたいと思います。一番最初に結論申し上げます。これはですね、才能ではありません。まあ、世界でいろんなビジネスで成功している人も、スポーツで成功している人も、パッとすごいアイディアを思いついたりとか、スポーツ選手でも人がやらないようなことをやったり、まあトレーニングでもプレーでもやったりしますけど、あれはですね、別に才能で成り立っているわけではないんですね。もちろん才能もある程度あるとは思うんですが、ではなくて適切な時期に適切な、まあトレーニング、ちょっとトレーニングというと硬いので、遊び、チーク遊び、運動遊び、さまざまな能力開発をすることによって、こういう独創性とか意外性のある子供に育てることはできます。これ断言できますね。例えば予見、何かこんなことが起きるんじゃないかなとか、こういうふうにした方、こういうことがなんかできるんじゃないかなって考えるのは、これはまずいろんな体験をしているお子様です。例えば一つの遊びをしてもですね、その遊びをやり尽くしている子供の方が予見っていうのはしやすいわけです。あ、こうなったら楽しくなるんじゃないか、こうやった方がいいんじゃないかっていう意味で、さまざまな経験。でも、そのジャンルに関係ないものでも、子供って結びつけることができますから、さまざまなジャンルの経験をさせることが必要だと思います。電車に興味ない子がでも電車に行ったことによって大きな乗り物を見る。じゃあ大きな乗り物から何か自分でですね、アイディアを出したりとか予見することができるんですね。このアイディアもまさに似たような部分ですね。だからこのゴールデンウィーク、いろんなところに旅行されている方もいると思いますし、まずは親御様が楽しんで、親御様の言葉でいろんな情報を伝えていってください。そうすると子供はですね、いろんな情報の点と点を自分で勝手に結びつけていきます。だから勝手になんとかごっこ遊びとか、こんな遊びやるのなんていうような面白い体験とか経験もしますので、考えさせる習慣ですよね。これがすごく大事になってくると思います。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。